62.5 キロリミット第9代スーパーライト級クラッシュの王が決まる戦い、今夜トーナメント準決勝決勝戦が行われます。負傷者などが出た場合のためにこうしてリザーブファイトが行われます。さあまず石川直樹さんに伺いましょう。2人はナンバーシリーズ139で対戦していますが、その時はフミヤ選手が3ラウンド KO、 飛び膝蹴りでしたね、はい、そうですね。その時最後までね、ユーゴ選手としてはフミヤ選手の距離をうまく捉え切ることができずに敗れてしまったんで、ユーゴ選手は、ね、格闘センス非常に IQ が高いと僕は思ってるんで、前回の反省をあえて踏まえて、はい、今回どういう風に準備してくるか、まずそこ注目ですね。ユーゴは敗れはしましたが、フミヤに対する印象ですね、まあ、前回と同じという風に答えています、まあ、乗り越える分ユーゴの戦い、はい、さあひっくり返していこうという心の表れでしょうか。右手を前に構えています青いグローブユーゴ、181センチあります、26歳、175センチ、28歳、右ハイキックは赤いグローブのフミヤです。2人は構えが違います。さあ金子昭弘選手、はい、フミヤ選手とはちょっとこう親しそうにお話しされてたりしてますよね。そうですね、はい、今回も試合前T シャツとかくれたりして、あ、はい、結構仲いいですね。そうですか、はい、どんな印象ですか改めてファイターとしては。だけど蹴りいいんで、はい、ミドルとかすごいいいですね今日とか、まあ、パンチだけではないっていうところは十分証明してきてますよね。そうですね、蹴りの方が、まあ、いいんじゃないのかなって、はい、蹴りの方が結構プレッシャーかかってますね、はい、その蹴りのプレッシャーかかってると思うんですね、今も右のハイキックフミヤです。それから回転系の技はバックブローであったりバックスピンキックも得意としています、まあ、石川さん、それでビッグバンで山際選手破ったこともありますもんね、はい、そうですね、当時の、ね、クラッシュ王者でしたね、はい、本当に脱力の状態から の、 膝、はい、頻発的なストレ今のストレートだったりミドルキックすごく伸びるようになりましたね、これ所属が、ね、変わったっていうところで、はい、環境だったりトレーナーが変わったことでっていうところはね、僕どういうところがあるかなと思って注目してるんですけど、はい、まあ、序盤ですね、ロサリオさん、まあ、緊張感ずいぶんはらんでいるようにこれ見えませんか。はい、そうですね。フミヤ選手ってご存知ですか。10勝10 KO 勝ちのファイターです、さっき、そういう紹介をいただいて、はい、はい、まあ、となるとここからまた 11KO になるか否かなんてことも本人で宣言もしてるんですよね。そうですね、楽しみです。さあさせるかとユーゴ。石川さん、これ同じ相手に続けて負けるわけにいきませんもんね、はい、そうですね、今ローブローです。前回 KO をされているのでその圧力だったりパワーっていうのは警戒しつつ、ユーゴ選手もでも、ね、押されているように見えるんですけど、今なんとか隙を狙って、いいタイミングでパンチ合わせているところがあるんで、はい、このフミヤ選手もね、前回の試合、もうブルファイトというんじゃなくて丁寧な試合運びでちゃんと KO ができたっていうのもね、はい、新しいフミヤのスタイルを見せてくれたので、バックブローちょっとその表情、ね、視線がおぼつかない、立ち上がれないのか、ユーゴまたか、もう KO 記録更新ですね、素晴らしい。11勝 11KO 勝利、金子選手、はい、これ的にぴったりでしたね。いやー、もういいタイミングでした。1ラウンド2分19秒、金子選手、はい、こう静かなように見えてしっかり測って必殺技ってことなんですか。そうですね、ペースも取ってたんで、はい、まあ、そこをなんとかしようとしたところを多分うまいこと合わせたなっていう感じで、まあ、あとやっぱ俺が試合前にちょっと言ったからかな、あ、はい、大きいかもしれませんね。それはあるかもしれませんK1 王者から T シャツもくれたってことですけれども、あ、でもこれバックブローで石川さんどこがだったかですよね。そうなんですね、手首、の外側っていう、ね、はい、グローブじゃないところっていうところの審議ですよね、はい、または前腕によるオーダー、そのどちらかを確認しております。まあ、肘でないことは確かなんですが、バンテージ、あ、グローブ、はい、の部分では手首の部分ですね、はい、腕ではないっていうふうには僕は判断はしましたけど、はい、
肘っていうのがね、あの反則技なので、はい、まず肘ではないことは明らかなんですが、インスタントリプレーにより先ほどの打撃についての判定を確認しております。今しばらくお待ちください。今場内にもこの映像流されています。ですから石川さん、まだちょっとわからない。そうですね、はい、まあ、これフミヤ選手の反則ではないとは思うんですけど、もちろん、ね、はい、反則で出したつもりではないとは思うんですけど、まあ、そのルール上の今審議っていうところは今慎重にされているところですね。フミヤの右目の端のところもちょっと赤く変色しています。フミヤ選手が放ったバックブローですが、手首部分、アンコの伴わない、有効箇所ではない場所が、当たっての、ダウンとなりました。ですので、この試合は、反則裁定となります。あ、反則裁定、これは石川さん、そのあんこのない部分ということがありましたね、はい、そうですね、それが、うん、あの K-1 グループは、ね、しっかりルールがしっかりあるので、はい、そうですね、どうしてもこの融合選手としても不本意でしょうし、フミヤ選手としてもなんでだっていうところではあるんですが、その一瞬ですもんね。そうですね、まあ、今ドクターもリング内にこうして入っています。ミゴ選手ね、今ダメージが深いんですよ。試合再開を復習すると思うので、試合続行不可能な状態となりました。その原因は赤コーナーフミヤ選手の反則技によるものと判断されました。よってこの試合は青コーナーユーゴ選手の反則勝ちとなります。ユーゴの反則勝ち、まあ、これは返す返すも石川さん、ちょっとこう何とも言えない気持ちにさせられる結末にはなりましたがね。そうですね、何とも言えないですよね。うん、まあ、今のこの今の K-1 グループってこういうすぐに、リプレイで判定ジャッジしてくれるっていう風になったので、はい、いいことでもあり、そうですね、なんとかこういうことも生まれてしまうこともあるので、はいはい、これも仕方ないのかな、ルールがある以上はっていうことですよね。ただフミヤ選手はやっぱり KO がセットなんだなっていう印象は僕には残りましたよ。はい、確かに、はい、それは一つ間違いありませんね。まあ、首をひねるようにしてフミヤ退場していきます。これで反則負けとなりました。反則勝ち、これでリザーブファイトを勝ち上がったのがこちらユーゴなんですが、そうですね、この状態ですからね、そうなると、ね、試合ができない場合は、はい、敗者、この場合の敗者であるフミヤ選手がリザーブ上がる可能性ということになるんじゃないかなと、はい、さあこの後トーナメント本戦です。